外に出てしまえば通用しないのは一本目ではっきりした。デインバトルの 3VF は鬼門だな。が消耗戦になれば扱いにくいマージュライダーを手放せるからだ。集中力が切れればミスが出る。その時が勝負だ。ちょっと不安だよな。この2本目は手の内を晒した後だからさ。大丈夫かな、ワナが。それは向こうだって同じだよ。プロジェクト D のドライバーがどれだけ順応性が高くてもホームコースの俺たちの方が有利に違いない。それでも一敗一分けは厳しいがな。田園都市線は車の性能差だけでは勝負しにくいコースだからな。プロジェクト D 相手でも十分に勝算があることは一本目ではっきりした。ましてやこの雨、いくら 3VF でも MT 比の低い大出力電動機にとっちゃ優しくないだろ。さすがについてくるか。無理もねえな。こんだけ粘着しなければパワーの半分も使えてねえから。 3VF のメリットがミッドポイントになって足を引っ張り上がる。こっちの手の内は1本目で丸裸。小手先の駆け引きは通用しない。行けるときはガンガン攻めるぜ。本当にこれで良かったのかな。長引くのはケイスケにとって不利なんだけどな。ダメだとあらゆる負担は人間に来るんだよな。消耗するのはドライバーの神経だよ。ケイスケの集中力がどこまで持つかだな。あいつが今取り組んでる課題をきっちりとマスターするためにはいいチャンスだ。じっくりと走り込んでもらうさ。プレッシャーのかかる実戦の中で生きる技術じゃなければ意味がない。相変わらず厳しいんだよな、ケイスケには。同じ通勤型車両だから、重量全電動編成か。考えてみる。やっと出てきたな。隅っこに隠れてるのはお前には似合わないよ。ヒルクライムはすごいバトルになってます。成り行きでダウンヒルバトルに突入してる。がっぷりと四つに組んで20分の1で渡るはよく、勝ち負けはともかく、これだけのバトルを演出できればこれは満足。相手はプロジェクト D だからだ。本当にすごいよね、二人とも。でもね、信彦、勝つのは絶対ダーリンだ。ダーリンは天才だもん。今何にハマってるのか分かります。あいつの8200は2両編成8軸のうち3軸に主電動機を積んだ 3M5 線。 3VF 制御は細かなトルク制御が可能で高い粘着性能を発揮するが、濡れたレールでは低い MT 比に大出力をかけられない。だが俺の8500回にはそれがない。B 車2両を M 車に変えた10両全電動車編成だ。こいつの最大のメリットは、どんな状況でも陸を指令すれば10両全40軸から確実に安定したパワーを叩き込めることだ。アベレージスピードの低いコーナーに持ち込めば対時直波制御の戦闘力は確実に 3VF 制御の上を行くんだ。500が前に出たぞ。ポイントでしっかり仕掛けてきやがった。やってくれるじゃねえか。だったらこっちもご期待にお応えしねえとな。ウィグの早くに動いたな。涼介、ケイスケは大丈夫かな。涼介さん、こんなこともあろうかと密かに運び込んでおく3300系。来い。10年越しの悲願、
今、凌介さん、実現する。俺たちの声が耳に入らないくらい考え込んで。あれは絶対余計なことを考えてる顔だ。負けねえぞ。この展開になればモチベーションの勝負だ。メンテや改造に不自由しないセミワークスのお坊ちゃん育ちには分かんねえだろうが、気合と根性だけは金では買えないものなんだ。貧乏で努力したやつが勝ってこそドラマじゃねえか。俺が負けてちゃ盛り上がらねえぜ。たかが雨でそこまでヨレヨレになっちまうのかよ。しょぼいもんだな。勝とうと思えばいくらでもやりようがあってもよ。何もまともにやり合うことはねえんだろうぜ。8500の動きがさっきから少しずつ怪しくなってきてる。向こうも疲れてるな。そろそろこっちからアクション起こしてみっか。目いっぱいプレッシャーかけて揺さぶってやる。二人ともかなり疲れてきてるな。そうだと思うけど、ドライバーは集中してるから疲れてることも気がつかないものです。一発勝負にピークを合わせて集中力を高めて、予定外の2本目はかなりきついです。プレッシャーかけてるつもりだろうが、その手に乗るか。苦しいのは俺だけじゃねえはずだ。ここは我慢比べだぜ。疲れてるのがわかるよ。もう集中力切れ始めてるってことだから、決着つくときはあっけないと思いますよ。えらく煽られてる気がするぜ。なぜかな。疲れで俺のペースが落ちてるとしたらまずいよな。もっと突っ込んでかねえと。人間の集中力なんてそう長く続くもんじゃないらしいからな。ギリギリまで張り詰めていられるのは30分くらいが限界だと言われてる。雨で視界が悪いし、レールは滑る。一瞬も気が抜けないからな。集中力が切れたら具体的にどうなるんだ。まず判断力が鈍る。反応が遅れる。ちょっとしたことがストレスになり、二つのことが同時にこなせなくなる。終わるときはあっけなく終わるぞ。頑張ってね、ダーリン。負けないで。今日こそいつでも、ダーリン味方だよ。見境を失ってきた。何しても、この三つ子の面マジムカつき。いや、何はつかの技でしょ。あんなところに電車フルッピー落ちないくん東急5000系が。いくら、そっちじゃない。いや、落ちないようになってるんだけど、武器を変えるんだ。ああ、やめろ、何やってんだバカ。ダメだダメだ、そっちはダメだ。間髪だぜ。言い訳に聞こえるかもしれねえけどな、集中力が切れるってこんなもんだ。魔が差したとしか言いようがないぞ。自分でも嘘だろって聞いてた。てかマジ嘘だろあれ。お兄ちゃん、心配したよ。お兄ちゃん大丈夫って無線で言ってたでしょ。大げさでバカみたい。ねえお兄ちゃん、あんな地味で意地悪なあっちの妹はほっとこ。あっちのかずみちゃん愛想がないしな。なんだか冷たいし、こっちのかずみちゃんの方がいいぜ。俺の妹がこんなに可愛いわけがない。よし、用が済んだな。入るぞ。撤収。
ぼやぼやするな。さっさと支度しろ。夜明けまでに出発するぞ。うん、スカトゥー。凌介さん、機嫌悪くないですか？すっきりしない決着だったからかな。俺も納得してねえし。何か企んでたけどうまくいかなかったな。